やべえ、あいつ車乗ってる。やべえ、いっぱい向かってる。やべ、俺がゴリラ飛びしてる間に、くそー、変更、あっちにしよう。え、何をしてらっしゃるの、あれ。何をされてるの、あれ。何をしたかったんだこいつ一体。なんかよくわかんないけど死んだわ。物を届けてくれたわ。しかも何も持ってねえ。なんだこいつ、マジで何がしたかったんだ。謎すぎるんだが、不可解すぎるんだけど、怖いんだけど。ちょっと、はい、いらっしゃい。あ、いた。ヘイ、ゲッ。こっちに来ますか。あれ、こことか漁った跡があるのかな。漁ってないのか。ここまだ漁ってないな。オッケー、こうした。物届けに来てくれた宅配便さんだ。おー、医療キット合ってる。ナイス。宅配便のお姉さんが医療キット持ってきてくれたよ。バギー、やっぱバギーの方が初速早いね。ちょっと、あれ、宅配のお姉さん、あったあった。25秒だからもう間もなくこっちのポチニキのここら辺がない。行けたとしても、まあ、正直当たる時間ないだろうな。うん、みんなやってね。あいつやってくれたね。気づいてないね、俺のこと。はい、オッケー。いる？いる。チケ。めちゃくちゃチケ。互いに分かってるな、場所。やばい。くそ。あー、最悪だこれ、最悪だ。さあ、どうしようかな。両方だるいな、これ。なんかあったかな。やり過ごすか。やり過ごしつつ、で、次こっち。一人殺した。で、進みつつ、周囲警戒。いけるか、進めるか。で、こっちにまだいいんだよね。交戦したやつがいたから。ただちょっと周り警戒してくれないと怖いな、行くの。あれ敵か。で、倒した。こいつか。で、こっちまで。次上。一人死んでるから、やった後だね。
違うか。いけ、危ねえ。ベクター強い。こういうシーンのベクターは強い。他に敵がいるかどうか。やべえ、みんながこうするように撃ってる。やってくれたな、あいつ。俺の場所ただバレただけ。最悪。俺の場所がただバレただけだ。ちょいと移動して、あっち側の敵も倒したいけど、とにかくこれエリアに入らないといけないな。周り分かってんだけどな。あー、目の前に古民家。最悪だ。これ、ちょっとこっちのルートから行くしかないか。1分あれば行けるけど、敵に遭遇する可能性が非常に高い。この岩場とか怖いな。でも行くしかないか。あの古民家は今更無理だな。あいつ何してんだ、ほんと。爆走兄弟レッツ&ゴーかよ、お前。死ね。で、これで1人倒した。ラスト30秒。趣旨入るよ。怖いな。あれは死んだ車だよね。さあ、これ俺の後ろ来るかどうかだな。ああ、痛いてる。どこだ？どっから撃った今。どっから撃った今。敵がどっかから撃ってんのか分かんねえな。あ、いた。OK？ あれか、まあ、相手外してくれたからまあよかったけど、どうするか。痛い。後ろの車、いや、家隠れるか。岩隠れよ。いや、あれ 100% いるな。100% いるな、あの家。ひぃいえいえやばいぜこれ。どうすんだい、どうすんだよこれ。敵にパシバレてもう無理。え、ちょ、どうすんのマジで。マジでもう無理、生きれないよ。収縮のタイミングでお見計らって出るしかない。ウォウォ、どうしようこれ。マジでほんまにどうしようこれ。とりあえずプランとしてはこの建物のやつが収縮入ったところで殺しに行く。で、右側にいます敵で、あの岩というか車の裏にもいます。あ、なんかラッキー。今外してる。あそこで車。このタイミングで車で倒した。 OK。 しゃって、これやばい。最悪や。これ最悪や。ほんま最悪や。これ多分撃たれるな。あ、民家から出てきた。レッツ&コボーイやるか。ちょっと大体場所は大体分かった。右と左ね、左右にいて、で俺また走らないといけないのか。大体場所は分かったけど、どうしようこれ。左も右もやばい。これ本能寺3日で立っちゃうよ。匍匐前進しながら、こんな時でもサマーナーズボー。なんかおかんが英文のLINE送ってきた。何これ。
何これ、絶対おかん乗っ取られてんやん、LINE。やべえぞ、勝負めちゃくちゃ決まりそうなタイミングでなんかおかんの LINE 乗っ取りが発覚。どうする、なんだ、なんかめちゃくちゃ怪しい LINE のメッセージ来てるよ、英語で。日本人名で LINE 英語のメッセージ送ってくるのバレるだろ、わかるだろ普通。いた、出すあいつか。し、入った。おっしゃー、チェードンケツ食ったぞーって乗っ取られたおかんの LINE メッセージに送り返すと、